まもなく、6時になろうとしています。ライブが始まります。ぜひ皆様、よかったらお席の方たくさんご用意してますので、1人1つと言わず2つ3つ座れるぐらいお席ありますので、ぜひよかったらゆっくり座って見ていってもらえたらと思います。それでは5時になる前にちょこっと皆さんが寄ってきてくれないかなという願いを込めて、歌おうかなと思います。それでは私が、今年、自分の課題曲にして歌っている歌があります。実は年末にさだまさしさんのライブを見に行きまして、そこで聴いてとってもいい歌だなと思った歌なんですけれども、残春という残りの春と書いて残春という曲です。とっても大人な、年を重ねた人だからこそ書ける、いい歌だと思いますので、ちょっとバカし歌ってみようかなと思います。若さを笑わず
佐野雅史さんのカバーで残春という歌をお送りしました。そうライブとか今日皆さんが見てくださっていますが、私も佐野雅史さんのライブに行った時に、私は歌を歌詞がよく耳に入ってくる方なんですけど、なかなかこう流れていく時間の中で、言葉が、自分の中に入ってくるのってすごく難しくて、でもですねこの歌を聴いた時にはすごく胸にドーンと響いた感じがして、今年はこれを歌いたいなと思って練習したカバー曲でした。それでは、もう6時になりましたかね。はい、それでは、イラセイコのライブを始めたいと思います。私は千葉県出身でギター弾き語りで、いろんなところにギター一本持って歌いに行っています。今日は、矢事に来るのは2回目なんですけれども、初めての方がたくさんいると思います。今日は名前だけでも覚えていってくださいね。松田聖子ちゃんの井田聖子ちゃんですのでよろしくお願いします。特に関係はないです。はい親は好きだったかもしれませんね、その年代です。それでは、今日持ってきています、私の8月に発売になった、アルバムから、花という歌をお送りします。この寒い中でも、小さな花、小さくて小さくて小さい花なのに一生懸命咲いている花があります。そんな花のことを歌った歌です。聴いてください、花。Thank you.
というところの生まれで、今はその隣にある村に住んでいます。千葉県唯一の村で、長生き村と書いて長生村っていうんですけれども、そこに住んでいてですね、本当に田舎で、もう田んぼと広い空と、あとちょっと行くと海があってみたいなところに住んでるんですね。そこで、空や風や花や、そんなさりげない、でも素敵なことを歌にしていけたらなと思っています。それでは今日、実は、今日この後、千葉に帰るんですけれど、9日から4日間のこの名古屋岐阜の、歌の旅、このライブが最後になります。なので精一杯歌って帰ろうかなと思うんですが、実は、私の曲の中で、一番新しい曲、海の風のことを歌った歌なんですけれども、風になりたいという歌を皆さんに聞いてもらえたらと思います。Thank you.
ていただきました。それでは、ここで、前の前のにはなりますが、皆さんのよく知っている曲を1曲歌います。よかったら一緒に口ずさんでください。次に歌う歌は、今日六時の会最後のライブと言いましたが、今日この時間に、一緒に時間を過ごすことができた皆さんにありがとうの気持ちを込めて1曲をお送りします。中島みゆきさんの糸という歌を、一緒に歌いませんか。おパチパチってやってくれてるかと思いますね。縦の糸はあなた、横の糸は私。本当にこの歌の通りだと思います。大きなことはできなくても、小さな力がこう重なったら何かできるかもしれない。そんな出会いの歌です。今日皆さんに送ります。糸。
たくさん残っていけばいいなって思っています。そして私も歌を作って、こういう歌を聴きながら育って、今生きている皆さんの生活のすぐそばにある音楽を私が、日本語を紡いで残せていけたらいいなと思って歌を書いてます。いつかね、今日皆さんがこうやって糸をふんふんって聞いてくださったみたいに、私の歌が、今日歌いに来ましたって言ってふむふむってみんなが聞いてくれるような歌になったらいいなと、その時まで頑張って歌っていこうと思っています。この糸の2番にあるようにですね、私も実は2006年、11年前に一度デビューしていまして、ただその時はすっごくデビューして嬉しかったんだけれども、こういう大事なステージで、ね、たくさん失敗しまして、全然売れなかったんです。で、それから11年いいことも悪いこともありながら歌ってきて、やっと私らしい歌、皆さんに聴いてほしい思い、そんなことが分かるようになってきた今日この頃です。そしてできたアルバムが「うたたね歌」というアルバムです。本当にたまに「うたたね歌」聴いてると眠くなるっていう話も聞きますが、いいんですよ、もう寝てください。ゆっくりのんびりリラックスしてもらってね、聴いてもらえるようなアルバムを作りたかったので、今日はそれを持ってきています。ぜひ聴いてください。それでは、私の歌の中からちょっと一曲歌いますね。まだまだ寒い日が続きますが、早く春が来て芽が出て膨らんで、暖かい季節になればいいなと思うんですが、皆さんの心に、幸せの種たくさん実はあります。その幸せの種を温めて春を待ちましょう。私の歌で幸せの種という歌聴いてください。重ね合わせ
でした。それでは、とっても名残惜しくてもうどんどん歌っちゃいそうな勢いなんですけれども、今日最後の歌を歌おうと思います。今日は皆さん、ちょっと6時過ぎて、遅い時間になったのに、聴いていただいて本当にありがとうございます。これで思い残すことなく、地方に帰ります。また、近いうちに皆さんのところに、歌を届けに歌を歌いに、来れたらなと思ってますので、また近くで井田聖光の名前を見たら、寄ってってもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。それでは、最後の歌を送ります。ちょうどもう夜になってきましたので、最後の歌は、アルバムの中に入っている歌です。今日皆さんにありがとうって伝えて、でもありがとうっていう5文字よりももっともっと深いありがとうが私の中にはあって、もっともっと伝えたいのにどうやって伝えたらいいんだろうっていつも思っています。でもこの歌を書いた時に気づきました。今日私切れなかったありがとうは、次会った時にまたありがとうって伝える方法を探して、そして伝えたらいいんじゃないかなって、そうやってその日まで私が精一杯また生きたら、それがまた次のありがとうになるんじゃないかなっていうふうに思って書いた歌です。皆さんが今日眠る時、ゆっくりのんびり夢が見れるように、ありがとうの気持ちを込めて送ります。おやすみの歌という歌、聴いてください。
今日という日を振り返ると、返し尽くせぬいろんなものをお互い様とあなたは背中で手を振った。いつもいつも聞いていただいてありがとうございました。イラセンコでした。またお会いしましょう。ありがとうございました。